はい、皆さんおはようございます。4月の4月の18日ですね。はい、18日らしいです。の朝の牧場見回り行きます。の前に、はい、うちのアイドルキャットみたらしちゃんの餌やりです。はい、今日はね特別な餌あげるんですよね。はい、社員旅行のここはなんだっけ、魚魚センターみたいな。魚センター、はい、静岡県焼津。はい、焼津の清水だっけ、はい、マグロが作った金星水産のキャットフードコラーゲンタウニーに土産に買ってきたので来ました。買ったね、みたらしちゃん。すごいいい返事。今日の餌美味しいよ。それしか食べないってならないでね。分かった分かった。早い早いっていうか早く食べたいって。すごい、おいで。あら、いい食い食いだ。すごく美味しそうだね。顔も上げない、誰にもやらんと。量的には多い？結構多めだね。あ、でも普通のパッチよりも 20g ぐらい多いね。うんうん、こっちのサイズでよかったね。あ、もう一個できるのいたじゃん。あれは 400g もあったって。みたらしちゃん一人では食べきれない。あ、美味しそう。うん、人間も食えそうだ。いい匂いする。ツナで、うんうん、あのお醤油とかかけて食べれば普通に美味しそう。なんならおにぎりの具になるわ。はい、みたらしちゃん、食べよう。はい、社員旅行中ちょっと構ってあげれなかったのでせめてもの、はい、お土産でした。はいね、幸せだね、朝からね。美味しそうに食べてくれるからいいですね。ね。ね、みたらしちゃん。どうですか、美味しいですか。もぐもぐ、むしゃむしゃ。はい、いっぱい食べてね。はい、すごいな。はい。大人気だ。これしか食べなくなったらどうしよう。いや、それはどうしようか。静岡からお取り寄せになっちゃう。提携。じゃあ牧場に行きますか。行きましょう。撫でてもらってる場合じゃないんだ。うん、うめえって言って。ね、なんか市場の隅っこにあったけど見つけてよかったですね。うんうん、すんごい隅っこにあったよね。うん、社員旅行も終わり、日常に戻ってまいりましたが、はい、今日もダチョウ重いな。で、回りましょうか。毎度この車が重いのはどうにかしてほしい。なんか今週は暑いらしいですね。25度、28度、そんぐらい行くとか行かないとか。はい、みんなは毎日ジップ見てます。はい、埼玉県に引っ越してきたのに未だに東京の天気予報で生きてます。あ、いや、すごい緑が綺麗になりましたね。
もうすっかり桜餅って。まだ4月なのに。もう気温がもう4月じゃないのよ。あーそうかな、爽やかではあるんです。今週28度に行くと、ね、あっちから行きますか。28度で。28度。そう、今週の最高気温は28度っつって。それは、うん、4月じゃない。さて、おはよう。みんなおはよう。背中に小松菜乗ってるし。大丈夫かしら。いいかもしれない。そうそう、日差しがすごい。すごい。おお、素晴らしい日差しです。はい、いいね、快適になります。屋根がつきました。へえ、それで壁もつけてもらいます。この壁をつけるタイミングを考えてっていうことでしょ、うん、ああ。あの、どの道つけるんだけどさ、そうですね、でかい避難になってからか、うん、最初っ端で行くのかっていうのを、あ、どっちがいいかなって決めてた。どっちかな。小さいのはやっぱりストレスに弱いんでしょ。弱いです。ここでだから外で音がしてるとちょっとまずい。おはよう。今日はあまり卵はない。卵が少ないね。うん、ありますか。何だっけな、何金さんに言ったんだろう。おはよう。おはようございます。もう渡したい。あ、須田さん、社員旅行のお土産を渡したい。これもらったぜ。あ、山田さん。山田さんからですよね。あ、なんか、おのおので買ってきたんで。ありがとう、ありがとう。はい。あ、申し訳ないです。はい、いいね。ありがとうございます。いろいろあります。はい、はい、楽しかったです、おかげさまで。3回どこに出られたの。ここら辺、どこだよ。いつもそこら辺に止まっているかしら。おはようございます。社員旅行のお土産です。お土産です。あ、あ、なんだって山田もして。みんな、みんなおのおの買ってきました。おのおの買ってきました。吉永さゆりさん。吉永、ああ、伊豆の踊り子。
そっか、伊豆だった。いえいえ。全然、いつももらってます。ありがとうございます。こう言ってる、こっちは。ほう。あ、とりあえずそれで。ありがとうございます。すいません。よいしょ。泣いてる。芋。最近欲しい芋ばっか食うな。向こう的です。今日はそこの40番台を見れば。今日卵ないんじゃない？ね、ないですね。珍しい。ゼロ。すいません。すいません。完全にゼロ。はい、あ、こんな日もありますね。はい、というわけで朝の見回りでした、はい、皆さん今日も元気に頑張っていこうね。またそれではまた、はい、バイバイ。